最初は一緒ですよね。でこれ、ここはずっと一度聞こえるかな。ここでまた一度でしょ、はい、どうでしょうね。そうです、ヨドです、はい、ここはヨドなんです、はい、そして、ここでいいでしょ、これが何かな、次の小節を先に考える、ラドミー、もうね、ほら、もう和音そのものでしょ、はい、で、ラドミーだから一度、一度かな、あ、ちょっと、5度、5度なんですよ、はい、A なのね、はい、はい、で、ここにソのシャープが出てくる。で、これ何かというとっていう、この A から見た属詞なの、はい、で、それが、ソのシャープ、ミソシだから、ミソシって E7 なんですよ、これ、はい、E7?だけどあのバスがソのシャープだから E7 オン G シャープと。っていうことはこの5度から見た属詞の第一展開だから5、6っていうことなのね。5度から見た、5度から見た、つまりラドミーから見た属詞、つまり A メジャーの属詞っていうことね、はい、でこういうふうに書くんだけど、でそれがミソシのソがベースに来てるから第一展開っていうわけ、で、っていうことなんだね、で、ここはまあ頭と一緒だよね、そう、ここは、この2段目のここと一緒ですよね、レファラソファミ一度、
ことですよね。そう、そしてここもあるから、ここはやっぱり A マイナーでしょ、また一度に戻り、でこの3拍目でラとラがあるから、で次最後一度でしょ、もちろん、そしてここは当然この3拍目が5度、まあラドミス、ソがないからただの5度で、いいかな。そうそうそう、こういうことになってます。ね、なので、やっぱりこういうあのポリフォニックなものでも音が2つしか鳴ってなくてもやっぱりね、その響きって感じるじゃない、なのでそう最初に、こうやって、ちゃんと調べてから弾くと、楽しく弾けると思います。あ、でも、大まかに全部、分かってて素晴らしい。あのカデンツ効果終わりですね。OK です。いいじゃない、じゃあこれも、次に、お疲れ様。